はい、8、8、8。あ、そうか、続いてんのか。ごめん、1からや。1、2、3。荒らすな、荒らすな。6、1。あー、チン終わりー。よかったー。はい、オッケー。キャンプ4日目折り返しかな、折り返しになりましたけど、はい、どうですか沖縄キャンプ前半振り返って。いや、まあ G1 のチームって言われたり、こんな真面目なのいらないですね。よっやっぱ沖縄いいとこっすね。ちょっと日焼けしちゃいそうです。あ、間違えました。日焼け してます。沖縄には結構来たことあるんですか？いや、沖縄は小学校6年か5年ぶり、それこそジンと来てます。小学校の選抜で、同じ部屋でした。昔から仲良しでね。まあ仲良くはないですけどね。上辺です、上辺。あと、すごく大吾くんは今キャンプマスク姿を、はいはいはい、マスク姿であるのをそう見るんですけど、やっぱり今流行ってるんでね、体調管理、どこ行くにもマスクが必要ですよ。まあ売り切れてるみたいなんで、たくさん、皆さん気をつけてください。まあちょっと真面目な話も、まあ明日川崎戦控えて、はい、まあ、あと名古屋の試合も残ってますけど、なんか個人的になんかこうテーマっていうか、こうしていきたいなみたいなのって今キャンプあったりするんですか？まあやっぱり競争の世界なんで、得点アシストは自分に必要なとこだと思うので、
大事にはしていきたいなと思います。まあ、新加入の選手と連携を高めるためにたくさんコミュニケーションを取っていくのもやっぱり大事なのかなと思ってます。はい、では残り、半分4日間、の意気込みを、聞かせてください。まあ、やっぱりコロナウイルスにかからないためにマスクをしっかりしていきたいなと思います。サッカーのところは大丈夫ですか？あ、サッカーのところは大丈夫です。見に来てください、試合を、あ、練習も、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。